はいさあ、えー、今日はスバルの純正ドライブレコーダーでスマートフォンで見る方法について動画を撮っていきたいと思います。えー、まずはこのアプリ DR Viewer S を撮ってください。えー、今回は撮っているので開きます。このように Wi-Fi 接続をしなければいけないので、まず一旦、うん、Wi-Fi をつなぎます。 はい、こちらが設定画面なんですがこのネットワークにあるダイレクト DR と書いているものをタップしますそしてパスワードを入力するんですがこれはもともと取扱説明書等にですねパスワードがついていますのでそのパスワードを入力してください はい、パスワードを入力したらこのような画面になりますインターネット未接続というふうになっていますが実際つながっていますので実際見ていきましょうはいではもう一度アプリを開きます、はい、このような画面になりましたここに動画が保存されています DR カメラというのがフロントのカメラで RV カメラはリアの映像を撮っています はい、では実際にドライブレコーダーがどのように映っているのか見ていきましょう、はい、このようにドライブレコーダーフロントは動画が撮影されています、はい、右上の3本バーのところから設定をすることができます でこちらは高画質、標準、長時間というふうに、まあ、画質を選ぶこともできますしリアビューカメラの録画機能がついていればこちら選択ができますで音量設定センサー設定タイマー設定などもこちらですることができますパスワードの変更もこの画面でできます はいえー、参考になりましたでしょうかあ結構使ってみると簡単なので、えー、やってみてください、えー、今回の動画は以上ですご視聴ありがとうございました